はいはい、どうぞどうぞ。もうちょっとプラの穴ですかここは。前回園正夫さんの虎の穴合宿に潜入したカズボンバイエ、一体今回はどういったことが起こるのか。じゃあちょっとじっくり園さんにお話伺いましょうかね。やられちゃうかもしれないこれは60分3本勝負で永遠の青春野郎野望激白編。じゃあよろしくお願いします。改めまして。いやー来ちゃいましたよ。来ちましたね。いや覚悟持ってきましたか僕からの挑戦状でもあり招待状でもあるけど。いやだからねここずっと車運転して登っていくにつれてプレッシャーが心拍数上がってきました。心拍数が上がりましたね。もう聞くまでもないんですけど、はいはい、陸上歴は、ね、だから陸上部に入ったのは1967年ですからもう53年。ああ、僕は2歳の時ですね。もうそもそも志したのが1960年から生まれる前からもう走ろうと、もうとにかくセンターポールに日の丸をあげようってい もう、ね、壮大な夢に取りつかれてしまうだから言ってた。前の東京オリンピック。そう今じゃなくてね。あの時に志して。そう。もう言ったでしょ。もうドガーンと来たわけですよ。もうそれからね、もう離れないです。それからもう絶世の美女にあってね、もう恋に焦がれるみたいなもんでね。もう寝てももう覚めてもね、もうオリンピックって思ってたんですよ。ところはね。はい。この間のあの 3000m 見たでしょ。はいはいはい、ね、やっぱりそんなもんなんですわ。そのね僕がね本当に素質があったり、湯桁さんや谷君みたいな精神力が強かったらね、おそらく僕ね10年で世界チャンピオンになってますよみんな言うんですよ、この年齢が高くなってね、はい、いやいやもう昔みたいに走れないっていうね、だから諦めたらダメなんですよ。諦めなくて僕みたいにこうずっとやって、僕がよく言うのはね、まあそのありふれた言葉やけど継続は力なりっていうか、僕はねだからベイビーステップっていうのよくやった、だから、はい、階段一歩一歩なんていうのがしんどいんですよ、はい、もう赤ちゃんみたいにねハイハイしながらね、これを だけどむちゃくちゃ遅いじゃないですか、ハイハイしてたら走ってるやつなんかボーッと行くんですよ。だから強い選手っていうのは走っていくから10年、はい、でも僕はもうハイハイしてるから50年だけど、ハイハイの方が、ね、楽なんですよ。で続くんです、うん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 、である時気づいた時にはもうすごいことができるんです。それが前回のニュージーランド大会の金メダル。そう、僕の中で50っていうのはねおじいさんだったんですよ。あ、磯野波平だった。はい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 、僕の若い時のイメージっていうのは磯野波平なんですよ。だから50になったら急にもう全然走れなく勝手に思ってたんですよ。だからものすごい焦ってね、49歳の時にね、もうね死に物狂いで 1000m 10本ね、はい、3分5秒から3分3秒だった、必死でやってた。もう泣きながら、はいはい、本当に泣きながらいやだってもうないんですもん時間が、50になったら走れないんですもん、はい、で自分で勝手に思ってたから、ほんでそれで本当は50で琵琶湖毎日マラソンにもう一回出るはずでやってたの、うん、でもそれできなかった。でしょうがないからマスターズに入ったんですよ。あ、こんな世界もあるんだなと。だってマスターズって5年ごとチャンスあるわけですよ。はいはいはい、そうか、早落としと取りたかったと思うんですよ。うーん、不思議でしょ。はいはいはい、有利ですもんね。そうだから若い方があれやから中途半端の年になった。だからこの間66歳で中途半端譲ったでしょ。あ、はいね、で66が70の方がチャンスよ。ほんでみんな辞めていく、うん、ライバル減るし、うんうん、いや今の目標は70歳で、うん、そう70歳の目標は何ですか。もう70歳でサブ3ですね、当然70歳でサブ3。なるほど。やっぱね僕はねエベレストに登ろうと思ってるんです。うん、だからエベレストに登ろうと思ったらね準備せなあかんのですよ、うん、エベレストに登る前にはねまずスポンサー探してちゃんと資金力をのバックアップをして、で平地で体を鍛えて、ミラージュ一さんでもそうでしょ、こういう山から登って順番にこう登って、でベースキャンプをして向こうで行ったり来たりして、出ないと登れないんだ。もうよっしゃ
カズ行くぜ、俺はもう今からサブスケ行くぜ言ってたらもう絶対潰れてます。だから僕は千日計画って言ったのね。だからそれを知らない人はね、僕がねなんかもうむちゃむちゃねもう張り切ってねもう菅台で走ってあんたそのうち潰れるわってみんな思ってるんだけど、そんな、ね、そんな甘くないですよ。もうだからもう僕の中では千日ね、これはこういうトレーニングして段階上げてこうして、で僕はだから千日って言うてるのはね、千日は準備期間なんですよ。ちょうど1年前に千日が来るんですよ。そっからが勝負。69歳のなる2023年の1月1日からが本気なんです。だからすごい無理しないでって言ってでしょ。だから6割の、僕ほんと6割なんですよ。これ僕こんなもんあの突っ走り走れたらそんなもんあの近寄れないですよ。えらいえらい目に遭います。えらい目に遭いますね。いや、そんでもね、やっぱあのエベレストを登るってそういうことですね。もう死ぬ覚悟じゃなかったもん、あのエベレストを登るのにね、こんな突っかけでね登る人いないでしょ。まあ、あの山見たらね、これはもう登れないでしょ普通、尻込みして。でそれでも登るっていう人はね、それは覚悟を決めるでしょ。それと一緒なんですよ。だからね、あのね勘違いするんですよみんなね。サブ3ってね、20代でやるサブ3とね、50代でやるサブ3と60代でやる、まして70代でって全然違うんですよ。これできる人ってね、あのそういないです。だから僕は一番尊敬してる保坂さんがやると思ったけどね、あの保坂さんができないです。これはもうやるしかないです。そう、じゃあ誰かやらない。インタビューの後、お願いしていたものを見せていただいた。あの VIP ですね。ここはもう VIP 以外と、ここだから鈴木大地おるでしょ。どうですか。これほら大地。大地。素晴らしい。これがやっぱ一番のね、あの思い出ですね。これはもうあの本当家宝ですと一番のね。これが金メダルですね。これが銀メダル。はい、これが銀メダル。金銀銅銅。